ン東京に。わあ、何しんですか。お花は僕いちご好きなんですよね。いただきます。おお、朝からも入りながら、うん、パス。乾杯。チーズね。お部屋食ということで。今日はですね、アマン東京にやってまいりました。こちらは大手町タワーの33階ということなので上がってまいりましたけども、今までなんかこう外だったんですけども、今回はオフィスタワーなので、ちょっとなんか事務所地区になってます。今日はここでまずチェックインの手続きをしてからリラクシングしたいと思います。ウェルカムのドリンクいただきましょう。お、すげえ、ほらアマンのさ、なんかこれ文字がちゃんと入ってるよ。あ、うまい。ウェルカム美味しいよ。ウェルカムサイダー、柚子のジャムとこのソーダでシーズンごとに変えてまして、夏はラムネをお出ししたりとか、うん、この時期は柚子でして。いかがですか。うまいっす。美味しいっす。ありがとうございます。じゃあ今からアフタヌーンでも食べましょう。素敵な空間ですね。なんかいいですね。また甘いもの食べちゃうのか。また飲んだ。ダイエットしてるふりしてるんですけど。じゃあ今からね、メニュー来たんで選びたいと思います。ここはなんかいちご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 、たくさんいちごですね。美味しそうですね。とりあえずなんかいちごっぽいので、いちご頼んでティーいただきます。何してんですか。わあ、すごい。ほら来たよ。今入れていただきました。お花はホワイトチョコレートですとおっしゃってました。飲んでいい。ちょっとなんかアルコールっぽい。あ、美味しい。おー、いけたいけた。今俺危ないと思ったのに美味しかった。結構美味しいですよ。なんだこれ、アフタヌーンティーのイメージじゃないんだけど、俺の中で全部いちごじゃん。すごいよねこれ。ほらアマンボックスにさ、僕いちご好きなんですよね。なんかこのドリンクも赤いしさ、なんかもうめちゃいいじゃん。一気に株価急上昇ですね。4種類ずつ、ちょっとわからなかったですね。めっちゃ難しい。また来たよ、このでかいタワーが。あ、ここに乗せてくれるんですね。面白い。このイチゴをここにつけて、わ、つけすぎたかな。キャラメルしてたもん。いただきます。美味しいけど、いちごだけでよかったかも。これは一口で、うん、いい匂いがする。調合師が調合してる。調合師。匂いまでちゃんと考えるんですね。アマンの香り売ってるんだって、すごい。お部屋の前やってまいりました。こちらアマン東京一番の高いお部屋ということでね、高層階にあって、しかも値段も一番ということなので、すごいいい部屋だと思うんですが、おお、なかなかいい
にですね、またウェルカムのパンみたいなやつがあります。いちごもあるよ、いちご。さっきアフタヌーンで食べたばかりですけど、いちご美味しいですからね。そして、こちらは、ゆったり景色を眺めるぞと言わんばかりのね、スペースがあります。こちらも行きましょう。こちらは、ベッドルームですね。ベッドルームがありまして、お、いいですね。私の、最近夜中にたくさん食べたくなりますから。そしてこちらが、ほら、ここは東京の大手町ですから、駅前ですよね。ガルッと海の四季を楽しみながらお風呂に入るという、そんな感じですね。今日はこんな感じで、ふかふかお風呂にでも入りながら、もう少したらスパか。スパに行って、タクシング行きたいと思います。こちらすごいウェルカム、かわいい感じなんですけども、今よく見たらね、ここエルメスって書いてる。すごくないですか？わかるかな？なんかこっち裏にもね、なんか書いてるんですよ。果実酒エルメスディアルボス。はい、ってことで以上です。美味しいノンアルコールいただきましたので、まず乾杯したいと思います。はい、乾杯。イエーイ。重いんだけど。美味しいですか？重いんだけど、びっくりした。おめん、すげー。ちょっとびっくりしてまして、メインディッシュやってまいりましたよ。パスタです。おいしい。おいしそうなリゾットが来ました。また食べますか。うん、おいしいですね。おいしいですよ。朝食です。今日はですね、お部屋食ということで、和食と洋食ですね、2種類頼んでみました。たくさんあるので今からいただきたいと思います。